どうもお疲れ様です。ナミさん。今回の動画ね、私的にすごくね、良かったなぁと思うのは、あ、確かに、撮影した画像が T シャツなどのノベルティになってね、販売できたらいいなぁと思っていたんですよ。で、その方法があるのは知っていたんですけども、いや、実際ナミさんからね、こうやってね、桜島の T シャツとかを見ると、あ、自分もやってみたいなって思いましたね。まあ、すぐにね、影響起きちゃいますんでね。いや、これ、 いいいじゃなでででですすかしかしも無在庫で販売できるわけですよねオーダーがあったらメーカーが作ってくれて個人宅へ発送ということでねまあ単価はちょっと高めになるんですかね4000とか5000円ぐらいの T シャツなら T シャツになると思いますけどもこれはねうんやっぱり素材が作れる人としてはいろんなノビリティが作れていいのかなと思いますもちろん代表的なのは T シャツかもしれませんけどもタオルとかこうやってねハンディタオルとかねポスタータペストリー それからもしかしたらマグカップみたいなものあるかもしれませんしこれなかなかいいですよねちょっと私もね考えてみようかなと思いますまあできればねこの自分の画像をお金にするシリーズまあいろんな商品があるんだよっていうふうにやっていただいたりとかそのためのそのサイトのね登録方法とかなんかこう販売のためのね商品をこう搭載する方法とかがねもっともっとあるとこれは ななんんかニーズがが開けるような気がしませ、ねうん、あなたもあなたのお店ができるとバーチャルショップ運営みたいな感じでそんなシリーズがねあってもいいのかなと思っちゃいましたどうも今回ありがとうございました私もねちょっと興味が出てきましたね